ジョセフ・モガンビ・オツオリは、ケニア出身の陸上選手。身長百七十センチメートル、体重五十六キログラム。血液型は A 型。ジョセフ・ M ・オツオリ、メモリアルモニュメント学校法人山梨学院川田の森陸上競技場に設置されている。ケニアの高校を卒業した直後の1八十七年秋に来日、山梨学院大学附属高校を経て、 翌年山梨学院大学に入学し、陸上競技部に所属。1989年の第65回箱根駅伝で2区のランナーに起用され、1年生ながら7人抜きの走りを見せた。おつおりが箱根駅伝史上初めての留学生として、箱根路にその名を刻むことになったが、各大学のエースがそれを花の肉区で、並いるエースをあっさりと抜き去っていく、異次元の走りは、 当時話題となった。そして同区で3年連続区間賞を獲得。4年生の時には左膝人体損傷に侵されていたが、区間2位で走り、同大学初の総合優勝に貢献した。学生3大駅伝での区間賞獲得回数10回は、早稲田大学出身の小林正幸と並んで、歴代1位である。大学卒業後は、トヨタ自動車に進んだものの、 度重なる故障に悩み、30歳の時に一旦ケニアに帰国。母国で陸上競技の指導者を務めていた。その後、2003年に再来日し、翌年には新潟県西神原郡西川町のおも、川材木店に入社。大工として働きながら、同社陸上競技部の選手権コーチとして活動。二千六年、同社を全日本実業団対抗駅伝大会の 本戦初出場へと導いた。しかし2006年8月30日、一時帰国中のケニアで自動車運転中、対向車線を走っていたバスと正面衝突する事故に遭い、37歳の若さで急世した。同年9月4日にテレビ朝日系列で放送されたクイズプレゼンバラエティ Q 様。スペシャルの全員で鬼ごっこのコーナーにて、 鬼役で出演したのが日本での最後のテレビ出演となった。なお、番組放送終了後に追悼のメッセージが表示された。駅伝に外国人選手を起用することについては今でも賛否両論が絶えないが、現におつおりの出場に際しても議論の対象になった。しかし主催者である関東学連は東連盟に所属している。 山梨学院大学のおつおり選手の出場を認めない理由がないとし、ダグラス・ワキウリらと同様に在日外国人選手の黎明期を支えた選手だった。それだけに、おつおりの死に最資格メディアが大きく取り上げたことについて、おつおりの山梨学院大学時代の恩師でもある、上田サネ監督は、これだけ大きく取り上げられたのは、それだけ、あの、 箱根駅伝で見せた驚異的な走りが多くの人々の脳裏に残っていたということですねと振り返っている。ちなみに山梨学院大学の留学生は2014年まで9人在籍しているが全員が愚遺族で同居である。ありがとうございます。